こんにちは、日野です。今日は2023年の4月の29日になります。土曜日です。明日が日曜日で4月も終わりということで、次が5月ですね。5月2日は長女の誕生日ですね。ちょうど、樋口一葉さんが生まれた日と同じ、生まれた日、旧暦、新暦に直すと同じ5月2日になるんですよね。確か。だから、一時、樋口一葉さんにハマっていた時期がありまして、樋口一葉さんのと言いながらも、ハマっていたと言いながらも、樋口一葉さんの本はですね、あまりまともに読んだことがないというね、ことがあるんですけれども、樋口一葉日記っていうのがあって、それが、日記を現代語訳したやつがありまして、それをなんか一時夢中になって読んでましたね。20代とかで亡くなられたということで、非常に若くして亡くなってしまいましたけれども、そういういろんな才能、文才があったということでね、また読んでみたいなと思っているんですけれども。今日は昭和の日。前は緑の日だったと思うんですけど、昭和の日ということで、ツイッターとかを見てたら、昭和天皇のことが、を書いているというか、話題にしている方が、ちらほら見かけられましたね。その中でも、今日ツイッターで見てたんですけれども、有名な話として、マッカーサーと会見したときに、この昭和天皇が、自分の命はもうどうでもいいから、国民の命は、助けてくださいっていうか、そういうようなことをマッカーサーに言ったというエピソードがありますよね。ですから、そういう自分の身はもうどうなってもいいとか、犠牲にして、人を救うっていうね、そういう精神というか、があったということで、その一言でマッカーサーも、衝撃を受けて、それ以降の態度が変わったみたいなことが言われていますけれども、そういう意味で昭和天皇っていう方もね、素晴らしい方だったと僕自身はね、思っています。それだけじゃないですけれどもね。でも一部では、否定的な意見もあったりするので、そういう記事を見ると非常に心が痛むというかね、悲しいなっていう気持ちにもなったりするんですけれども、それがなんか僕は嘘の陰謀論だと思ってるんですけれども、そういうちょっと否定的な天皇家、あるいは天皇陛下に対しての否定的な見解って結構出回ってますけれども、しかもそれが、注射を否定する人たちの間でも結構広まってるっていうね、ことが、憂慮すべき事態だなと僕自身は勝手に、個人的にはね、思っているんですけれども、その部分に関してはね、いろんな説があっていいんですけれども、なんていうか、今の天皇は偽物であるとか、天皇陛下は偽物であるとかね、明治の時代から入れ替わったとか、確かに入れ替わりはあったんですけれども、そのあたりがね、間違って伝わってるというか、間違って陰謀論として伝わっているっていうのがあるなっていうのを感じますね。またいずれ述べたいなとは思うんですけれども、ですからそういう、なんて言うんでしょう、否定的な部分を信じてしまう、あるいは洗脳されてしまうと、厳しいなというか、厳しくなるんじゃないかなという気はしているんですけれども、それも、個人個人が、一人一人が選ぶ道ですから、どういうスタンスを取るかっていうのは、個人の自由だと思うんですけれども、そういう意味で、いろんな意味で、昭和天皇、今日は昭和の日ということでね、昭和、僕自身も曲がりなりにも昭和生まれということで、昭和47年、1972年っていうと、ちょうど浅間山荘の事件があった日ということで、母親がお腹、僕がまだお腹の中にいるときに、その事件を見ながらね、中継されているのを見てたっていうのことを聞いてますけれども、ちょうど浅間山荘の事件があったりとかしてた時でしたね。1972年、その後に、オイルショックかなんかがあって、買い占めがあったりとか、トイレットペーパーとかそういうのがあった、確かあった時代だと思いますね。もう今昭和
昭和生まれっていう古いっていうあれがあるのかもしれないんですけれども、まあ、昭和、平成、令和ときて、もう今令和が、ね、令和生まれの方がどんどん出てきているということを考えるとね、まあ、3代にわたって、3代というか、昭和、平成、令和とこう生きることになってるんだなっていうことをね、感じますね。まあ、いずれにしても、昭和時代、昭和の時代っていうのも、があってね、まあ、いろんなこう対戦、世界対戦があったりして、非常にこう激動の時代であったなと思うんですけれども、まあ、それを乗り越えて、日本っていうのがまたその後、こう復活してっていうのがね、あると思うんですけれども、まあ、昭和天皇について思いをこう馳せるっていうのもいいのかなっていう思いますね。僕自身まだまだ勉強不足のところがあるんですけれども、まあ、天皇陛下について、昭和天皇、についていろいろとね、今日は見てみたいなと思っております。ということで、今回はね、以上になります。ありがとうございます。